戦型はですね、矢倉になりまして、予想が外れました。大方の予想は角換わりだったんですね。佐藤八段先手番で最近角換わりを得意とされていて、角換わりで来るのではないかと思ったんですけど、本局に向けて矢倉を準備されていたんだと思います。矢倉の中でも早囲いと呼ばれる形になりました。これは、先手番で積極的に攻めを狙っていく指し方です。で、昼食休憩は、この局面なんですけれども、羽生名人の方も持ち時間を2時間弱使われて慎重な駒組みをされています。昼食休憩後、先手の手番で、4六角とぶつけて、角をぶつけていくか、また4六銀と銀を上がっていくかが予想されます。4六銀ですと後手も4五歩と反発してきて、3七銀に5三銀、このような戦いが予想されます。で、4六角ですと角が向かい合うんですが、これは駒組みが続くことになります。7三銀、6八金、すぐ4三金に2五歩、2二玉のような形ですね。まだ本格的な戦いには突入するのは先だと思うんですけれども、今後どのような形になっていくのかが見どころだと思います。